思うよ。非常に不運な形で終わったこの2人、試合が成立するのがちょっと不安ですけども、さあスタートはゆったりとした立ち上がり、さあリング上を呼んでいった次の子、さあ中央という形、周りを回っていく形になるのがタッションクレイジー、ショックレイジーもクレイジーとしての試合はこれが復帰後初ですかね。そうですね。さあ、ジョンと試合をこなしていたのでね、はい、ブラックなどはないです。さあ、マスクを取っていただいた試合、どういうブラックになるか、スタート。2人にちょっと受けましたね。ここはコーナーに、
開幕するか。あそこだ。
これ負けたやつは帰れ、早く。AZW、まあ、俺は今日が AZW デビュー戦だ。まあ、まだまだこんなもんじゃないからな。俺はこの1年ためにためた。まだまだ終わらないぞ。リビジョン、なんかさっきはな、なんか今日のカード長社長本人がなんかお涙ちょうだいのマイクしてくだらねえな、ほんとに。やん、インドスリーケニーもなんだ、お前はな、結局リビジョンの金魚の方にやってて、それ俺には勝てないだろ。芸人としてはそうだよな、誰かとくっついてボーイズラクロスやってよ、もうくだらねえんだよ、大人になるお前も。まあ、もうまとめ込んねえつらどうでもいいからな。今日、本当なら俺は勘九郎さんとタッグでやるはずだったんだよ。結局それがまあ流れ流れなんだ、こんな夏はことシングルだったけど、次こそは、次いつだ、9月、9月いつか、25、9月25、場所は高島平。俺と勘九郎さんとやる勇気のあるタッグがいるのか、おい。まあ、俺は AZW 戦いたいやつも戦わなきゃいけないやつもいるな。俺だってな、幸せになりてえな。けどちょっと幸せになるには筋が通ってないんじゃねえか、おい。まあけどケニーは、まあ、あれか、けど流れたからもう一回お前とタッグ、けど組むやつがいないか。そのでかいのはもう引退して、フチさんは白いコスチュームじゃなくて柔道着いっぱい着て、あれ薄島細めんちのはどこ行ったんだ、答えてみろよ。やめろ。分かってんだろ、ケニーだってこんなとこにだって何にもならないんだよ。俺はお前のことリビジョンのダリルの分かってるぞ。お前本当にそっちでいいのか。そんな、まあ、あれか、薬さんと組めて嬉しいもんな、お前は。それでいいんだもんな、大好きな薬さんの。まあ、なんでもいいや。なんだお前、喋らないから帰れよ、お前。まあ、帰ろう。まあ、今日はメインでキャシャが勝って、オリンピジョンも終わりだから、いらねえだろ、あんなユニット。上っ面しか見てないな、ブスの方がいいかもしんないけど。もう、俺は分かってる。本当に、ちゃんとプロレス見てる客分かってるよ。そんな客いねえか。まあいいや。とにかく、まあ、休憩か、休憩だ。あと10分、15分、知らねえ、自分で考えろよ。自分だろ、お前。ちょっと自分だろ。お前、何だろ、止めろ。してんだよな。俺はな、ここにいる選手全員そうだろ。楽しいからプロレスやってんだろ。俺はその以前プロレス楽しくなかったんだよ。だから俺はこのエンターブルでもっともっとプロレス楽しむからな。おい、もう白いコスチュームなんて二度と着ねえぞ。俺は自分の用でエンターブルやってるからな。なめんじゃねえぞ。お前のせいに言ってんだよ。お前らの頭の中で勝手につけたフランク付けとか格付けとかふざけんじゃねえよ。どうせ誰もキャッシャーカーズなんて思ってねえだろ。ふざけんじゃねえぞ、おい。なめんじゃねえよ、おい。まあ、さっきも言ったらヘイドロールひっくり返す。ひっくり返すならどうでもいいけど、俺はこの団体、もっとプロレス楽しんで、誰よりもプロレス楽しんでるから、なめんなよ。じゃあ休憩だ。バーン休まろ。